第1幕プリメロの世界グリモワル。ここがグリモワル？うわっ！姉ちゃんもだけどああ、きっとそれはこの世界の人たちの姿なのですよ。こっちで行動しやすいようにというエナクロ様の配慮ですね。そんなことまでできるの？ほんと何者だよ。まあでもこれだったら手の模様も目立たなくていいね。姉ちゃんポジティブ。まっすぐ進めばいいんだよな。ここは一本道みたいだしね。まさかこんなところで迷子には。なるわけないって。あいつもミラージュだな。ひなチョコボなのです。早速あいつのガーデンジェムを手に入れてみるのです。よっしゃ。エナクロ様印のミラージュ図鑑に記録されるのですが。おお、そんなのまであんの？あるのです。その図鑑に記録された時に最初の一つだけそのミラージュのジェムが手に入るのです。まずはあいつを弱らせてそれを使ってみるのです。
部にひなチョコボが入ったね。はい、なのです。次はそのひなチョコボを頭にのせのせしてみるのです。こんな感じなのです。ああ、ウッズヒルでタマがラーンに乗ってたのはそののせのせって状態だったわけね。はい、なのです。こうしてるとタマはとても楽なのです。お、楽なのか。のせのせしているとみんなのヒットポイントが合わさってパワーアップしてるような状態になるのです。もう、まるで合体メカみたいじゃん。その上、魔法や技といったアビリティものせのせしてる組み合わせで変化するのです。アビーとかはよくわかんないけど、合体して出す必殺技みたいなもんだな。でも敵の攻撃で崩されてバラバラ状態になってしまうこともあるので気をつけるのです。ラーンが言う合体が解除されちゃうってわけね。おお、それは気をつけないとな。ただバラバラ状態ではパワーアップはなくなるですが、それぞれ個別に行動が可能なので手数が増える分、回復と攻撃にコマンドを分けるとかいろいろと有利なこともあるのです。場合によっては自らバラバラになるのもありなのですよ。状況に合わせてうまく使うといいのです。ちなみにレーンとランはオービトサイズとプリメロサイズでのせのせできる組み合わせが変わるのです。自分より大きいサイズのものを上に乗せることはできないので、ミラージュを上に乗せたいときはオービトに、自分が上に乗りたいときはプリメロになるといいのです。試した方が分かりやすいので、ミラージュが集まったらいろいろやってみるのですよ。あれ、行き止まり？他に道なんかなかったし、どうすんだこれ。はい、なのです。よく見るのです。この壁っぽいやつは頂戴ゴーレムなのです。もしかしてミラージュなの？普通のミラージュとは違うのです。世界中のいろんなところにいて欲しいものを渡すまで道を塞いでる困ったやつなのです。何を渡せばいいんだ？欲しいものがみんな違うので、まずは頂戴ゴーレムを調べてみるのです。頂戴。どこにあんのそれ？さっき捕まえたひなチョコボなら探せるかもしれないのです。まずはミラージュボード上でひなチョコボのアビリティを解放するのです。見つけたぞ。冒険も戦闘も役になっていくこと請け合いなのです。
ば、ミラージュってやっつけると消えちゃうけど、あれってどうして？ここの世界のミラージュの多くは、もともとはこの世界の存在じゃないのです。なので、レーンや…へー、あれ、こういう話、前は誰に聞いたんだっけ？思い出せそうで、思い出せないな。今度は何だ？ダーククレバスなのです。大抵は中にミラージュが生息していて。ミラージュ？じゃあこいつも捕まえちまおうぜ。あ、なんか強そうじゃね？こんな風にとても強いミラージュが潜んでいることもあるのです。あるのですって今さら言われても。あら、もう向こうで死んだの？え？死んだ？俺は？まさか。そういえば、あのダーククレバスの中で…お、でも生きてんじゃん。それは、死が確定する前に今の戦闘をなかったことにして、ここに帰ってきたことにしたのよ。そんなことできるんですか？できるわよ。やってるのはタマだけど。はい、なのです。時をほんのちょっとだけ巻き戻して強制帰還したのです。でもタマの命を使っているので、使った後はなるべく休憩が欲しいのです。命？タマはこれでも複数の命を持ってるのです。だからそのうちの一つを見栄にして時を戻したのです。これは夢の中でリボンをつけた女の子に特別に教えてもらったのですよ。なんかよくわかんねえし、なんか怖えけど、なんかタマってすげえ！いけん！あ、でも今は二人の命を守ることだけに限定されてるので、さっきみたいに戦闘で負けた時だけのことなのです。あとあと、タマのその命はここでしばらく休めば元に戻るので、亡くなる前にここに戻ってきて休憩を希望するのです。了解了解、全然 OK。たっぷり休んでくれ。はい、なのです。何にしてもありがとね、タマ。ラーンが人の話聞かないで突っ込んだのが原因だけど。あれ、誰かいる？ああ、そういえば道に迷ったってここに来た子がいたわね。話してみたら？ちょっと面白い子みたいだけど。へえ。でも外の世界からこっちって簡単には入れないはずだけど、よっぽど異界を渡るのに慣れてる子なのね。
バイト先の方っていうとノースウォークの方ね。本当に小さいプリメロの人？あら、ちょっくりん！こんにちは。はい。どうも、こんにちは。ここ、静かでいいところね。どなたなのです？あ、私はチョコラッテよ。ふらりとここに迷い込んじゃった迷子の乙女って感じ。はい。もともといろんなところに流れ流されちゃうのよね。はあ。あ、そうだ、いらっしゃい。いいものあるわよ、ちょんちょこりん。してんの？しかも金もしっかりとんの？当たり前でしょ。まあまあ、私も流れ流されながらいろんなものを集めるから、ちょこっとよろしくりん。そろそろ向こうの世界に戻ろうか。私に声をかけないなんて、そんなひどい玉に育てた覚えはないですよ。セラフィーになんて育てられてないのです。誰？はいはい、私は可愛い風の妖精、セラフィーちゃんです。得意なことは噂を集めることと、そうですね、今は金庫番なんかもできます。はい。金庫番？そうそう、それで出てきたんですよ。ガーデンジェムもあれです。結構集まりました？まだそれほどじゃないけど。まあまあ、すぐにいっぱい集まって両手で持てないようになりますよ。確かに意外とかさばるしな。そんな時はセラフィーちゃんにお任せ。エナクロ様に作ってもらった金庫ジェムケースに大事に保管しておきますので、好きな時にガーデンジェムを交換するといいと思います。あ、でも好きな時って言ってもこの玉子と違って私はあまりここを離れないので、こことつながりが強い安全な場所でだけ対応しますので、よろしくね。お細かいところはよくわからないけど、よろしくね。あと、これ私の眷属のガーデンジェム、私と同じで超可愛いから大事に使ってよ。おこいつはこういうやつなのです。あなたたちだけでもなんとかなるわね。もう行っちゃうのですか？ええ、あとはよろしくね。了解なのです。はいはい、ナインウツヒルのマスコット妖精の役割よろしくされました。誰もよろしくしてないのです。どこに行くんですか？どこって、ここではないどこかよ。いや、それじゃ全然わかんないですけど。それにまだいろいろ聞きたいことがあるし。ああ、自分で調べなさい。もう私に頼っちゃダメよ。頼るとか頼らないとかじゃなくて。それにね、どの世界にもルールがあるの。火が水で消せたり、光が闇を照らしたりね。いや、それ当たり前のことじゃ。
そう、だから私も簡単には破れないくらい強固なものにしてあるのよ。何が？世界のルール。はあ、意味わかんないんだけど。あなたに頼ると世界のルールを破ることになるんですか？そうよ。そうよって、てかさ、そもそもあんた何者？私は神様よ。え？バイバイなのです。消えちゃった。マジ？あながち嘘とも言い切れないけど、すごくなんか中途半端というか、あんまし何もしてくれてないというか。まあ、エナクロ様はいつもあんな感じよ。で、神様ってマジなの？知らない。エナクロ様はエナクロ様よね。そうですね。そうなんだ。来た。誰のせいだっけ？さあ、誰？ちょっと。ちょっと。やるしかないね。かかってきな。よかった。ラン、触っちゃダメだよ。分かってるって。でもこんな見えてたっけ？一度戦闘したので情報が見えるようになったのです。
他にもライブラという魔法を使えば戦う前に調べることも可能なのです。覚えといて損はないのです。そうね、はい、覚えといて損はないのです。ダン、なんで二度も。それも名指し。バシッと決めるよ。マジで行くぜ。これくらいならね。